トゥデラは、スペインナバラ州のムニシピオ。バスク語名はトゥテラ。人口の点では、州都パンプローナに次いで、ナバラ州第二の都市である。エブロ川谷内に位置している。鉄道の2路線がトゥデラを通っており、AP-68 号線と AP-15 号線という2本の高速道路がトゥデラ郊外で交差している。トゥデラは、ナバラ州南部の農業地帯である。 ディベラナバーラの中心地である。ヌエバ広場での祭りトゥデラ一帯には、少なくとも古代ローマ時代から人が定住していた。一般的には、コルドバの大使アブトゥルラフマーン一世が治めていた802年に、トゥデラができたと言われている。旧世紀初め、エブロガシにある場所として、トゥデラの戦略的重要性は、歴史的、政治的環境によってました。ムラディノ・バヌーイコール・カシアが、 本拠地を置いていた。町はイスラム教徒によってパンプロナのキリスト教徒に対する戦闘の拠点となっていた。後にトゥデラはカスティーリア王国、アラゴン王国と戦う上でのナバラ王国の重要な防衛拠点となっていった。1119年、アラゴン王アルフォンソ一世のもとでトゥデラが征服された時、三つの異なる共同体が暮らしていた。イスラム教徒、モサラベ、 ユダヤ教徒である。征服の結果、共同体の関係に緊張が現れた。イスラム教徒らは町を囲む城壁の外に住むことを強いられ、それゆえにユダヤ人は城壁内に住み続けることができた。異なる文化の共存は重要な中世文学者を生み出したトゥデラの評判に反映された。この地で過ごしたナバラ王に三朝七世がいる。 1212 12年のナバスデトロサの戦いで、イスラム教のムワヒド町に勝利した後、健康が悪化した。彼はこの地で陰性。1234年に亡くなるまでトゥデラの山城に閉じこもった。ユダヤ人は1498年に町から消えた。イスラム教徒とモリスコは1516年と1610年に各自追放された。市内には、 イスラムに影響を受けた建築が今も姿を残している。その様式をスペイン人はムデハル様式という。しかしトゥデラ第一のモスクであった建物は1121年に教会へ転用され、12世紀終わりからサンタマリーアでトゥデラ大聖堂の建設が始められた。トゥデラ大聖堂はプエルタデルフィシオといったロマネスク建築の顕著な例を示している。一部。 ゴシック様式の影響を受けたものと、バロック要素の加えられた建物もある。1808年11月23日、ナポレオン・ボナパルトの元帥ジャンランヌは、スペイン独立戦争でのトゥデラの戦いで勝利した。17世紀終わり、新たな公の広場が作られた。ヌエバ広場、または、ロスフエロス広場と呼ばれ、市の中心部となっていった。 鉄道駅は1861年に建設され、共に農業革命が起きた結果、市の拡大の新たな時代を迎える結果となった。トゥデラは、かつてのナバーラ王国における最重要、そして最古のケヒラーであった。かつてモスクであったサンタマリアでトゥデラ大聖堂、アルフォンソ一世が1114年にイスラム教徒からトゥデラを奪った時、町には数多くのユダヤ人が暮らしていた。 事実、トゥデラ出身としてよく知られているユダヤ人の数名はイスラム教徒支配時代に生まれており、ベニヤミンでトゥデラはキリスト教徒による征服後すぐに生まれたとされている。ユダヤ人は1115年に征服者によって与えられたフェロには満足しなかった。そして自分たちの安全が脅かされていると疑っていた。彼らは移住を決めた。 アルフォンソ一世の特別な要請と彼の約束において唯一、彼らはナヘラの自治権によく似た自治権を授けられて叱るべきで、そうしてユダヤ人は満足してとどまった。彼らはキリスト教徒の憎悪のせいで迫害を受け続け、王に対して、彼らはもしこの侮辱が指摘されなかったら自分たちは死から去るほかない、と訴えた。そこで、 ナバーラ王三丁六世は1170年にアルフォンソが彼らに授けていたすべての権利を認証した。このより大きな安全のために彼はアルハマとして城の周辺を彼らに割り当てた。王は彼らに免税特権を与え彼らは自分たちの防備区画を維持できた。王はかつてのフデリーア内にあるユダヤ人の住居を自由に売買することを禁じた。そして王は 思考外にユダヤ人墓地を作ることを許可した。王はユダヤ人の合法的な地位の規則内で寛容を見せたのである。ユダヤ人な内では大将のシナゴーグがあった。ユダヤ人共同体は独自の行政本部を持っていた。彼らは罰則を課したり、共同体の構成員から追放したり、波紋を宣告するという新たな法令を作成した。年。 トゥデラのユダヤ人らは、ナバーラオカルロスニセイの代理で、彼の実定にあたるルイス王子に、嘆願を出した。彼らの信仰規則を犯した者を懲らしめる許しが欲しいというのであった。法令は1363年3月、共同体の議員たちによって脅迫者と中傷者を、強圧に処遇することが決められた。この法令は、食材の日に、全品な豪具で公に読み上げられた。 そして1400年、40年の期間を経て刷新された。トデラのユダヤ人らは最も多様な職業に従事していた。彼らは穀物、羊毛、衣類などをイスラム支配下で奴隷として商っていた。エブロガシの性格諸使用のためおに年35スエルドスを支払うよう強いられた性格業者がいた。ユダヤ人性格業者と金銀在育職人は 特別な市場では出店しており、彼らは1269年には、ナバーラオテオバルド2世へ1365スエルドスを支払っている。彼らは、自前のモタラフラ、または検量書を持ち、そこで、重さと長さを公式に計量するよう命じられていた。彼らは、貸金業も言っていた。例として、貸金業者である、ブリタスけのホセフトエスメルは、 大きな昇価を構えていた。さらに、税金の受け負いも自身でいった。バコ屋のソロモンとヤコブ、そしてエスメル・ファラケラは徴税人であり、ナタン・ハバイは徴税官庁であった。トゥデラは、数多くのユダヤ学者の出生地、または、居住地であった。そのうちで最も有名なのは、12世紀の旅行家、ベニヤミン・デ・トゥデラである。彼の旅行記のいくつかは、 数カ国語に翻訳され、今も価値の高い歴史文献となっている。カイイム・ベン・サムエル、シェムトブ、ベン・イーザーク・シャプルートといった人々は、トゥデラ生まれのミニルケで学んでいる。カバラー学者のアブラハム・アブラフィアは、幼年時代をトゥデラで過ごした。トゥデラ生まれのラビでは、ホエル・イブン・シュア・イーブと、14世紀に活躍した、シャスダイ、ベン・ソロモンがいる。学者、詩人の家札ハレビは、 一部の文献では、トレド生まれとされるが、おそらくトゥデラの生まれであろう。いずれにせよ彼の出生地であるトゥデラの巣は彼にちなみ、広場の名としたのである。文献によって違うが、アブラハムイブンエズラは、トゥデラかトレドの生まれであるが、ウィキペディアではトレドを採用している。彼は、詩人、文法学者、数学者、天文学者として有名であった。彼にちなんで、 月のクレーターのメアベンエズラが付けられた。ユダヤ人医師、ホセフとモーゼスはベンサムエルを G としていた、祖父同様、ナバーラオサンチョ6世も、ソロモンという名の G を持っていた。彼は、王国全土で男爵の地位を授けられたのみならず、トゥデラ近郊の二つの村に農地とドウ畑を与えられた。さらに、1193年、サンチョ6世は亡くなる一、二ヶ月前、ソロモンに、 アルバサレス門近くの浴場の所有権を与えていた。1363年には500世帯を数えたトゥデラのユダヤ人は270世帯に減った。王によって重税を課せられたためだった。1346年以降年2000リーブルが課せられ、1375年には3382リーブルとなった。それに加え、 ユダヤ人は時折補助金を払わねばならなかった。カスティーリアとの戦争の結果と1379年、1380年に起きた国死病の猛威のため共同体は1386年まで人口が減り続けた。1386年には過労じて200世帯であった。残ったユダヤ人らは非常に貧しく税を取り立てることができないほどだった。 1235年2月、トゥデラは政府に対する反乱の舞台となった。多くのユダヤ人が負傷し、一部は民衆の奮怒の犠牲となった。平和が戻ったのはテオバルド一世と市議会の条約があった間だけだった。1321年の羊会十字軍がトゥデラを巻き込んだ。およそ3万人の貪欲な殺人者らがトゥデラのユダヤ人を求め、 その多くを殺害した。そのすぐあと、500人がユダヤ人を驚愕させようと試みた。彼らは待ち伏せしていた騎士によって成敗された。この危機からユダヤ人を避難させるため、設理への感謝の気持ちから、裕福なユダヤ人らは迫害で傷ついた、同じユダヤ教徒の状況を緩和すべく努力した。彼らは穀物と油を石造りの住宅へ集め、3年もの間貧しい。 ユダヤ人らを支援した。1328年の大迫害の間、6000人のユダヤ人がナバラで死に追いやられた。そのうちトゥデラのユダヤ人は逃げなかった。1492年、アルハンブラの法令により、カスティラーリャ城イサベルとアラゴン王フェルナンドは、自分たちの領土内からユダヤ人を追放した。トゥデラのユダヤ人人口は、 スペイン各地からの避難民が到着したことで増加した。1498年、カトリック領王の影響下にあるナバーラオフアン三世は全ユダヤ人に対し、キリスト教の洗礼を受けるか、ナバーラを去るかの勅命を出した。トゥデラでは180世帯が洗礼を受けた。回収者はコンベルソと呼ばれ、マラーノではないかと疑われた。彼らの多くは数年の後に、 フランスへ移住していった。コンベルソたちの名前は、ラ・マンタと呼ばれた大名簿の中に載せられて発行された。サンタマリアでトゥデラ大聖堂の本堂内にコンベルソ、ラの名がさらされた。トゥデラでは、現在も公文書の中にヘブライ語文書を一部保存している。そして、ユダヤ人共同体と関連した建物が今も残っている。聖母、 マリアの母である聖アンナにちなむサンタアナ祭で知られる。祭りは7月24日の正午に始まり、週のほとんど続けられる。ストリートミュージック、闘牛、エンシエロがこの祭りの中心となる行事である。サンタマリア・マグダレーナ教会の祭壇さん、アドリアンコ邸宅詳細は、カテゴリー、トゥデラ出身の人物を参照。この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、 石採れ、イアル、エズ、陽気地名。十一種スイクロープディア、ニューヨーク、ファンクワグノルズカンパニー。ありがとうございます。